しばらく続く長い道を君と歩いて行きたい。今の僕が君にあげられるものがあるとすれば、ありふれた愛の言葉、それと明日の約束だけ。こんなに切なくなるほど人を好きになれるんだね。君と出会った夏も決して決して忘れない。やがていつかこの時も思い出に変わって聞くんだね。その時ここでこんな風に今のままで会えたらいいね。気づかないうちに愛は、知らないうちに心は、痛みました。
かなか ね、 ねゴミをまとめ始めたりよしって、ね、あと片付けのちゃんと片付けするのなんかかっこいいピアノからやりますか、ギターの後ろでやります。どこ出身の方ですか。これはね、あれ東京でしょ、東京出身のやつか、小田さん、小田って名前ぐらい、小田哲郎違う、小田和正さん、はい、見にくいです。あ、暗い。あ、ごめんなさい、みさちゃん、電気を、それでは、本当に最後の曲です。これで最後の、うん、これで最後だ、はい、79年の曲ですよ、はい、これは本人がこれ売れ線狙いで作ったって言ってました、うん。